蔵之助留守。山本周五郎。岡田虎之助は、道が二股になっているところまで来て立ち止まり、じっと汗のにじみ出ている白い額を手の甲で押し拭いながら、傘を上げて等惑そうに左右を眺めやった。その平地は、 なだらかな二つの丘陵の間に開けていた。八月末だというのに焼けつくような午後で、人の背丈ほども伸びた雑草や、遠く近く、点々と茂っている森やソリンの上に、ギラギラと照りつける日差しは、目に痛いほどだった。ところどころ開墾し始めた土地が見えるけれど、大多分はまだ草林の羽びころに任せた荒れ地で、ことに、 平地の中央を流れる目黒川は年々ひどく氾濫するため、両岸には赤い砂力の層が広く露出していた。さて、どう探したものか。途方に暮れてそうつぶやいたとき、虎の助はふと目を細めて向こうを見た。白く乾いた埃り立った道をこちらへ来る人影が目についたのだ。 たけのこがさをかぶり、たけかごを背負っている。付近の農夫でもあろうかと思っていると、近寄ってきたのは、十七八になる娘だった。虎の助はそばへ来るのを待って、少々物を尋ねる、と声をかけた。はい。娘は傘を脱いだ。このあたりに、 別所倉之助先生のお住まいがあると聞いて参ったが、もし知っていたら教えてくれまいか。はい、存じております。娘は歯切れのいい声で。先生のお住まいでしたら、あれ、あの森の向こうでございます。あそこに今掘り返してある土が見えましょう。あの手前を右へ入った森の影でございます。 かたじけない。足を止めてすまなかった。虎之助は会釈をして娘と別れた。彼は、大海の国、蒲桃漕里の豪子の子で、幼少の頃から東方に長寺、近藤樹という、機内では指折りの兵法家の教えを受けていたが、この夏の初めに改殿を許され、これ以上は、 江戸の別所蔵之助殿について費用を学ぶようにと、添え書きをもらって出てきたのであった。別所蔵之助は天津正殿流の名人で、かつて将軍家光から師範に混盲されたこともあるが、すでに野牛、小野の二家がある以上は無用のことだと言って受けず、その気骨と得意の刀法をもって、当代の一勢力を成していた。 虎之助は無論その声明を聞いていたから遺産で江戸へ来たのであるが、その時すでに蔵之助は道場を去り、目黒の里に陰性した後であった。それで、旅想を改める糸間もなく、すぐにここへ訪ねてきたのだが、予想したより変避な硬い中で、どこをどう探してよいか見当もつかなかったのである。 教えられた通り四五丁余り行くと、右手に土を掘り返したかなり広い開墾地があって、半裸になった一人の老農夫がせっせとクワを振っていた。虎の助は念のためにその老人に声をかけて道を確かめた。そうでございます。老人はクワを止めて振り返った。それはここを入って、 あの森沿いのくぼちへ降りたところでござりますが、先生は今お留守のようでござりますぞ。お留守というとここへ移って見えたのが2月。それから50日ほどすると、ふらっとどこかへお出かけになったきり、未だにお帰りがない様子でござります。しかし、門人なり留守の方がおられよう。 門人衆というわけではありませんが、先生のお留守に来たご修行者が5人、お帰りを待って滞在しておられますようで、一頃は十四五人もおられましたがな、今は5人だけお泊りのようでございます。老人はこのご近所にお住まいかはい。あの栗林の向こうに見えるのが私の家でございます。 虎之助は老人に礼を言って小道へ入った。ようやく尋ね当てたのに、ここでもまたその人は留守だという。しかし、同じように尋ねてきた修行者たちが蔵之助の帰宅を待って滞在しているというのなら、自分も待たせてもらえるであろう。そう思いながら草の実のはぜる細い小道をたどっていった。 杉の森について百歩ほど入ると、左手にカンガに古びた木戸があり、別所蔵之助と書いた小さな名札が打ち付けてある。それを入って竹藪に囲まれた道をなだらかに窪地へ降りると、一頭の貧しげな農家が立っている。そして今しも、その前庭になっている広場で、四五人の僧婦が、屋号へ激しく勃券の試合をしていたが、 虎の助が傘を取りながら静かに近寄るのを見ると、一斉に手を控えて振り返った。何か御用か色の浅黒い岩尾のような肩つきをした大きな男が虎の助の方へやってきた。左の眉尻に死闘台のほくろがある。彼は、 虎之助が丁重に雷意を述べるのを皆まで聞かず、手を左右に振りながら、ああ、ダメだダメだ。だめだと、さも面倒くさそうに言った。せっかくだが、先生はお留守だ。また改めて来るがいい。ご不在のことは承知です。無作法な挨拶に虎之助はむっとしたが、それでもなお静かに続けた。 しかし、紀殿方もお帰りを待っておられるとのことゆえ、できるなら拙者もお住まいの端なり置いていただこうと存じて参ったのです。いかにも、我々もお帰りを待っているにはそういない。しかし、ここはお救い小屋ではないからな。そうむやみに誰でも彼でも転げ込むというわけにはいかんぞ。まるで喧嘩ごしの応対だった。 では、何か条件でもございますかされば、別所先生はそこらにありふれた町道場の師範などとは違う。先生の無知を受けようとするには、少なくとも一流に抜きんでた腕がなくてはならん。だから、もし立ってお帰りを待ちたいと申すなら、我々とここで一本勝負をするのだ。その上で資格ありと認めたら、 我々の門中へ加えて死んぜよそれは先生のお定めになったことですかいいえ、違いますぞ。不意にそういう声がして、向こうから一人の老人がやってきた。おそらくこの家の老木であろう。六十余りの小柄な体つきで、貧髪はもう雪のように白かった。 先生は、お留守に見えた方は、どなたに限らず乙女申しておけとおっしゃってござりました。うるさい。お前は黙っておれ。くろの男は荒々しく遮った。たとえ先生がどうおっしゃってあろうと、こうして神や小十郎が留守をお預かり申すからは、つまらぬものを引き入れるわけには参らんのだ。我々とここで立ち会うか。 さもなくば出直してくるか。いずれとも気候の心任せにされい。その生白い面では、よう勝負は狭いて。そう罵るものがあった。大方、わらじ銭でも欲しいのじゃろ。そんなら二三文くれて追い払うがいい。向こうにいる連中が悪行を叩いた。虎の助は呆れた。そして、 怒るよりもむしろ笑いたくなった。こんな相手と押し問答をしてもしようがない。では、また改めて参るとしましょう。そう言って、彼は静かにキビを返した。遠慮もなくののしり笑う声を聞き流して森影の道を戻ってくると、戦国の老農夫はまだせっせとくわを振っていた。 虎之助は礼を述べて行き過ぎようとしたが、その老人は桑の手を休めながら。どうなされましたと不審そうに聞いた。先生のお帰りをお待ちなさるのではなかったのですかそのつもりで言ったのだが、暴れ者に何か言われましたか 老人は案の定という笑い方をした。あの山立どもは手に負えぬ奴らじゃで。まあ喧嘩もせずに戻って来られたのが何よりでございましょう。ご老人も知っておられるか留守番の安助殿からよく聞きまするし、このあたりをのし歩くので顔もよく存じております。 あのようなあぶれものが増えるばかりで困りものでござります。虎の助は去ろうとしたが、ふと。ご老人、と思いついていった。実は、先生のお帰りまで待ちたいので、ぜひこの付近に宿を借りたいと思うのだが、無論雑用は払うし、どんな家の片隅でもよい。置いてくれるところはあるまいか。 ご覧の通り、この辺りはまるで人家もなし。さようでございますな。老人は目を細めて辺りを見合ったが。もしあなた様さえご辛抱なさるおつもりなら、北たのうございますが、私の家にお泊まりなさいませぬか。孫と二人暮らしでお世話も何もできませぬが、それでよろしかったらお宿をいたしましょう。 かたじけない。そう願えれば、この上もない幸せだ。決して迷惑はかけぬから、頼む。こうして、思いがけぬところで宿は決まった。老人の家は、さっき教えられた通り、そこから荒れ地続きに二端ほど北へ入った栗林の中にあった。蔵之助の屋敷に近いから、帰宅すればすぐにわかるだろうし、また、 老人と留守番の下僕とが往来している様子なので、旅からの消息も聞くことができるであろう。これなら留守宅に待つのと同じことだ。虎之助はほっとしながら老人の家へ向かったが、栗林の間の道を農家の前庭へ出た途端に、右手の洗い場から立ってきた一人の娘と顔を見合わせ、両方で親と目を見張った。さっき、 道で倉之助の家を教えてくれた娘である。虎之助はすぐに、老人が孫と言ったのはこの娘だということに気づいた。それで静かに笑いながら会釈し,した。思わぬご縁で、今日からこちらへお世話になることになりました。岡田虎之助というものです。娘はわずかに頬を染めながら、けれども、 はぎれのいい口調で答えたようおいでなされましたわたくしナミと申しますお客様ごぜんのお支度ができました虎之助はそう呼ばれてようやく目を覚ましただいぶ寝過ごしたらしく 強い日ざしの反射が部屋の中でもまぶしく感じられる。骨が伸びると言いたいほどの熟睡の後で、体中に心よい力感が蘇っているのを感じながら、虎の助は元気よく起きて洗面に出た。あんまりよくお眠りになっているので、大腰申すのがお気の毒でございました。よく寝ました。ずっと旅を続けてきたので、 一辺に疲れが出たのでしょう。ああ、栗がよく実っていますね。わせぐりですから、もう間もなくはぜますでしょう。娘は、蝶図だらいに川から引いた清冽な水を汲み、海外式虎の助の洗面の世話をしながら、この付近が栗の名産地であることを語った。年はまだ十七八であろう。 肉付きのキリッと締まった、どちらかというと小柄な体で、熟れたブドウのようにツヤツヤしい表情の多い瞳と、笑うとエクボの出る豊かな総教が大層目を引いた。昨夜聞いたところによると、老人の名は勘右衛門。豊島郡の方に古くから百姓を営んでいたが、去年隠居して孫娘と二人ここへ移ってきた。 隠居はしたが、労働が身についているので、安管と遊んでいることができず、家事を育てたり、少しずつ高知の開墾をしているのだということだった。死ぬまでには一丁部も開けましょうかな。老人はそう言って笑った。おじいさんと二人きりでは寂しくはありませんかええ、寂しゅうございますわ。 なみは素直にうなずいた。ですから、岡田様がいつまでも泊まっていてくださるといいと思いますの。別所先生がお帰りになるまでは、三月でも半年でもご厄介になっていますよ。嬉しいうございますわ。娘は大きく目を見張りながら。先生のお留守宅に嫌な老人たちが来ていますでしょう。 おじいさまと二人きりですから心配でしようがなかったのですけれどおからさまがいてくだされば安心ですわそれでは万人という役ですねい,いえい,いえそんなつもりで申したのではございませんわただ心丈夫だと思ったものですからやっぱり同じことですよ笑いながら二人は家に入った 夏菜の汁と泡飯との朝食が済むと、娘は支度を改めて荒れ地へ出て行った。一人残った虎之助は、さて何をするということもなく、縁先へ出てぼんやり野の方を見ていたが、やがて立ち上がると、家の周囲を見に出かけた。炊き物の積んである小屋や、穀物の名屋、雑具小屋、その後ろは素材畑で、 裏手はよく手入れの行き届いた梨や柿や葡萄や梅、桃、あんなどの果樹がすくすくと枝を広げている。地内はどこを見ても入念に除草がしてあって、とても老人と娘の二人きりの仕事とは思えない。ことに、果樹の林と母屋と、納屋と畑の配置には、口に言えない美しい落ち着きが感じられた。 あるべきものがあるべき場所にあるべきようにある。火事の枝の揃え方も畑の畝のつけようもゆったりと落ち着いていながら少しも無駄のない統一された主人の意志をよく表現していた。百姓というものは凄まじいものだな。虎の助は本当に凄まじいという感じを与えられたのであった。 それからしばらく何か考えているようだったが、やがてそこを離れると、雑具小屋の中から一丁の桑と古びた竹の子傘を取り出してきた。それで裾を走り、たすきをかけてから傘をかぶって荒れ地の方へ出て行った。勘右衛門老人は昨日の場所で荒れ地を耕していた。娘のなみは老人が掘り返すそばから、 雑草を引き抜いて捨てている。強くなった残暑の日差しに二人ともびっしょり汗に浸っていた。いやあ、その格好はどうなさいました老人は虎之助の異様な姿を見て呆れた。お手伝いをしたいと思いましてね。それはご主張なことですが。 老人は微笑した。しかし、目でご覧になるほど百姓仕事は楽なものではございません。慰み半分になさるおつもりならおよしなさいまし。いや、慰みのつもりではない。遊んでいては体が生らになるので、力仕事をして汗を出したいのです。邪魔にならぬようにするから、どうか手伝わせてください。 それなら、まあ、やってごらんなさいまし。だが、三日も続きますかな。まあ、おじい様、ま。娘はがめるように目で制した。虎の助はその間に、もう力を込めて雑草のはびこった荒れ地へクを打ち下ろしていた。 三日も続くかと老人が言った。その三日目に、虎之助の全身の骨が身動きもならぬほど痛み出した。幼少から武芸で鍛えた体である。たかが土を掘り起こすくらいどれほどのことがあろうと思っていた。しかし、いざやってみると老人の言葉の正しいのに驚かされたのである。何しろ、 クワが点で言うことを聞かなかった。強い雑草の根の張った地面は、虎之助の渾身の力を平然と跳ね返してしまう。老体の勘右衛門にはごく楽々とできることが、彼の壮年の力量をまるで受け付けないのだ。お体が痛むでしょう。いや、お隠しになってもわかります。三日目の朝。 老人が笑いながら言った。こんなことはあなた様には無理でございますよ。まあ、意地を張らずにこれでおやめなさいまし。まあ、もう少し頑張ってみましょう。虎の助は歯を食いしばって出かけた。苦しい一日だった。老人の言葉を押してきたことを何度も後悔した。 けれど頑張った。もう意地ではない。彼は土に戦を挑んだのである。自分が負けるか土を征服するか。倒れるまではクワを手から離すまい。そう決心したのである。昼が過ぎてからだった。岡田様、ご覧なさいまし。と、老人がクワを休めていた。 山立どもが水浴びをしておりますぞ。なるほど。それどころではなかったが、虎之助は目を上げてみた。二丁ほど離れた目黒川の河原で、別所家の留守宅にいた老人たちが、たくましい体をさらして水浴びをしたり、河原へ寝転がったり、また、相撲を取ったりしているのが見え、 遠慮もなくわめき散らす声が聞こえた。もったいないものでございますな。老人が独り言のように呟いた。あんな立派な体をした男たちが、つまらぬ勃券いじりをしたり、水浴びをしたり、大おお飯を食ってゴロゴロ寝ているとは、一体あの男たちは、 世の中をどう考えているのでしょう。武術の修行はつまらぬものか、ご老人。そうおっしゃられますと、誠にお答えに困ります。私は百姓でございますから、自然と考え方もカタなになるかもしれませんが。老人は再び仕事を始めながらそう言った。 もう徳川様の天下は盤石でございます。主持ちのお武家方は格別。老人衆は刀を捨てる時でございましょう。今は剣術の上手い百人の武士より、一人の百姓が大切な世の中になっております。では、もう兵法などは無用だと言われるのか 私の申し上げた言がそのように聞こえましたか。虎之助は老人を見た。老人はゆっくりした動作で、しかも一桑一桑を楽しむもののように土を掘り起こしている。その姿はいかにもしっかりと大地に座って見えた。虎之助などの若い観念では基地することさえできない大きな真実が、 老人の五体から光を放つように感じられた。あれ女装していたナミがその時不意に声を上げた。あの人たちがこちらへ来ますわ。振り返ってみると、水浴びをしていた老人たちが声高に何か笑い罵りながらこちらへ来るのが見えた。おじい様、ま。 またいつかのように乱暴するのではないでしょうか。相手にならなければいい。構わなければまむしもかまぬという、知らん顔をしておいで。よう。果たして、近寄ってきた彼らは大きな声で不遠慮に呼びかけた。よく精を出して稼ぐの、百姓。待て待て。 見慣れのや奴がいるぞ。その男は何だ、じじい貴様のせがれかそれとも娘の婿かおい、そっちの男。と、先日王体に出た、神谷小十郎と名乗る男が、かくばった顎をしゃくりながら怒鳴った。貴様は目が見えんのか武士の前へ出たら被り物を取るくらいの作法は知っておるだろう。傘を取って挨拶しろ。 そうだ。傘も脱がぬとは無礼な奴だ。やい、土白将、傘を取らぬか。娘は気遣わしそうに虎之助を見た。虎之助は桑を休めて静かに傘を脱いだ。小十郎は意外な相手なので、あっと言った。なんだ貴様はこの間のさよう、その説は失礼つかまつった。 虎之助は微笑しながら、オルスタクを断られたので、致し方なくこの老人の家に厄介になっております。諸行は水浴びがお上手でございますな。老人たちは息を飲んだ。そして一人が何か言おうとしたとき、虎之助は再び傘をかぶり、桑を取って静かに土を起こし始めた。 日差しにも風にも次第に秋の色が濃くなった。別所家の留守作からは時折老木の安家が話しに来た。蔵之助の消息はまるでない。北国筋を回っているのだろうというのも安家老人の想像でしかなかった。しかし、虎之助は自分の気持ちがいつか少しずつ変わってきたことに気づいた。 蔵之助に費用を問おうとする目的は動かないが、それよりも先に、そしてもっと深く、勘右衛門老人から学ばなければならぬものがあるように思う。それが何であるかということは口では言えない。しかし、老人の静かな居所や、何の気もない平凡な話題の中に、 虎之助が求めている道と深く相ながる何かが感じられるのだ。故郷にいた時、死の近藤五木がよくこういうことを言った。およそこの道を学ぶ者にとっては、天地の間あらゆるものが死である。一目一草といえども無用に存在するものではない。 先人は水面に映る月影を見て道を悟ったとも言う。この謙虚なたゆまざる追求の心がなくては、百年の修行も終わりを全うすることはできない。虎之助はいつもその言葉を忘れなかった。そして今、老農夫勘家門の中に死の言葉の真実を彼は認めたのである。 蔵之介の無知を受ける前に、この老農夫と出会ったことは幸せであった、という気がするのだ。十三夜の酔いであった。河原の月が美しかろうというので、虎之助は初めて奈美と一緒に、老人の許しを得て家を出た。すっかり帆になったすすきの腹には、もうつ湯が光の玉を綴っていた。 道の左右はあふれるような虫の音であった。おからさまのお国はお遠くでございますかオウです。オウのガモというところです。そう言いながら虎之助はふと、もう二十四日も一つやに暮らしていて、まだ故郷の話もしていなかったことに気づいて驚いた。 どこへ行ってもまず聞かれ、またこちらからも語るべきことを、勘也門の家ではまるでそのりがなかった。老人の人柄だ。虎之助はそう思った。老人は気づかぬところにそうした懐の広さを持っているのだ。彼はまた一つ、勘也門の心を覗き見たように思った。 お母上様はお達者でございますか父親は、兄弟はと、もつれた糸がにわかにほぐれ出したように、娘は次々と質問を始めた。今日まで聞きたいと思っていたことが、一時に口へのぼったのである。二人は河原へ出ていた。虎之助は波と並んで、河原の冷たい小石の上に腰を下ろしながら、 亡き父のこと、達者ではいるが、ひどく小盆のうな母のこと、後新の熱い弟思いの兄のことなどを問われるままに語った。夜の流れの誘いか、月の光のいたずらか、あるいはまた、娘と二人きりで話すという初めての経験のためか、そうして話していることが、次第に虎之助の心の底に、 温かい感動を呼び起こしてきた。彼は若かった。しかし、二十五歳になる今日まで武道一筋に修行してきたため、かつて女性というものに意識を奪われたことがない。それが今、仏然と心の底に鮮やかな血の動きを感じたのである。もっとも、それは極めて短い刹那のことだった。 生まれて初めて呼び覚まされたその新しい感動に気づくが否や、虎之助の脳裏にはまざまざと勘右衛門老人の目が映った。心よく二人連れで外出することを許した老人は何を考えていたろうか。いけない。虎之助は水を浴びたように拳を握りながら立ち上がった。 彼が水を浴びたように感じたのはしかし、もっと別の感覚から来たものだったかもしれない。それは、虎之助が立ち上がったのとほとんど同時に、突然四五人の人影が二人の前へ殺到してきたからである。確かめるまでもなく、それは神や小十郎をはじめ、例の五人の老人たちだった。虎之助は娘を後ろにかばった。 五人は二人の前に半円を作って立った。ふん。神谷小十郎が白い歯を見せながら。こんなところでの出会いか。我らと勝負する力はなくとも、百姓娘をたぶらかすことは得てだと見える。当節は武士も下がったものだ。いや、武士ではあるまい。この生白い面を見ろ。 おやつは大方、世間の娘を騙して歩く門分かしであろう。いかにも、そのくらいのあぶれ者だ。一人がペッとつばを吐いた。やい、なんとか吠えろ。返答あるか。虎の助は黙っていた。黙ってはいたが、突き上げてくる怒りの血はどうしようもなかった。 彼らの現れる直前に起こった激しい辞席の念は、そのはけ口を求めていたようなものである。彼は右側に近くいる一人が手頃な太さの柳の枝を持っているのを見ながら。返答はこれだそう叫ぶや否や、彼を狙っていた男の手から柳の枝を奪い、その面上をはっしと一撃した。撃たれた男はもちろん、 五人はあっと叫びながら半円の影を広げた。よせ、慌てることはないぞ。五人が一斉に抜こうとするのを虎之助は微笑しながら静止した。こんな場所ではお互いに十分な立ち合いはできぬ。また、清わな娘を驚かすこともあるまい。娘を送り届けてから場所を選んで十分にやろう。 その手に乗るか逃げる気だろうそう叫ぶ男の面上で、激しく柳の枝が二度目の音を上げた。今度のは、前のよりも痛烈だったと見えて、撃たれた男は絞り出すような叫び声を上げながら、脇の方へよろめき倒れた。それと見て、四人はさっと左右へ開きながら抜刀した。虎之助は、柳の枝を正眼につけながら、 涙の、家へお帰りなさい。と叫んだ。あなたがいては働きにくい。拙者のことは心配無用です。先に家へ帰っていてください。おか様。娘は何か言いたげだった。しかし、虎之助の言葉を了解したのであろう。身軽な動作で素早く草原の方へ走り去った。 彼らは動けなかった。娘が走り出すのを見て娘のいるうちにかかるべきだったと気づいたそれで一人が後を追おうとしたしかし虎之助の西願につけた柳の枝は五人の木と対応をしてびくとも動かさなかった虎之助は微笑しながら「木公神や小十郎と言ったな」と静かに目をやった 別所先生の無知を受ける資格がいずれにあるか試してやるこちらは柳の枝だ打っても命に別条はないから安心して切ってこい小十郎の足元で河原の小石が鳴ったけれども五人の白人は月光を映したまま動かない小十郎臆したか虎之助が叫んだ わっという土星が神谷小十郎の口から発した。小石をけ返す音と矢後へとが夜のしじまを破った。しらじらと冴えた瓦に影が走り、刃が空へ電光を飛ばした。勝負はすぐについた。強く面を打たれて目がくらんだ三人が倒れると、神谷小十郎と残った一人は、 かかとで背を蹴るような勢いで逃げ出してしまった。虎之助はそれを見送っていたが、やがて倒れてうめいている一人のそばへ近寄り、柳の枝をその体の上へ投げ出しながら。さあ、返すぞ。と、笑いながら言った。気候が良いものを貸してくれたので、誰にも怪我がなくて幸せだった。帰ったら小十郎に言え、 彼とはまだ勝負がついておらぬ。改めて立ち合いに参るからと、忘れずに言うんだぞ。相手は息を殺して動かなかった。虎之助はそのまま何事もなかったように瓦を上がった。すると、すぐそこの草林の中から、おから様、ま、と言って波が走り出てきた。虎之助は立ち止まって、 じっと娘の目を見つめた。ナミの瞳は何か訴えたげな激しい光を帯びていた。おじい様には内緒ですよ。はい。では、帰りましょう。冷えてきました。ナミは頷いて、そっと虎のつけの方へ身を寄せてきた。娘の黒髪に、 小さなつゆの玉が光っているのを虎之助は認めた。その明る早朝であった。怖高,高な人の話し声に目を覚まされた虎之助は、声の主が別所家の留守宅の安家老人だと分かったので、急いで着替えをして出た。もしかすると蔵之助の消息があったのかもしれない、そう思ったのである。 手早く洗面を済ませて戻ると、勘右衛門が一人、縁側で茶をすすっていた。おはようございます。今、安家殿が見えていたのではありませんか今、帰って行きました。老人はおかしそうに喉で笑った。面白い話を聞きましたよ。オルスタクにいたあの老人どもが、 夕べ、夜中に銭をさらって逃げたということでございます。銭をさらって虎之助は眉をひそめた。留守中に修行者が来て、路洋に困るものがあったら自由に持たせてやれと、通報船が一箱置いてあったのです。今日まで一文も手をつけたものはなかったのですが、あの山立ども、 それをさらって逃げたのだそうでございます。なんと、見下げ果てたことを。いや、あれがこの頃の流行りでございますよ。老人は茶碗を下に置き、目を細めて栗林の方を見やりながら言った。別所先生を訪ねてくるお武家方で、 本当に修行をしようというものがどれだけあるか。多くは先生から伝承を受け、それをもって出世をしよう。教授になって楽な世当たりをしよう。そういう方々ばかりです。それは先生がおっしゃったのか百姓にも百姓の目がございます。老人は静かに片手で膝を撫でながら、 例えば、岡田様、あなたにお伺いいたしまするが、あなた様は何のために先生を訪ねておいでなさいましたそれはもちろん、先生に道の極意を訪ねたいためだ。東方の費用を伝授していただくためだ。不思議でございますな。老人は雲へ目をやった。 私どもの百姓仕事は何百年となく相伝している技でございます。よそめには造作もないことのように見えますが、これにも農事としての極意がございます。土地を耕すにも作物を育てるにも、これがこうだと教えることのできない秘伝がございます。同じように耕し、同じ種をまき、 同じように骨を折っても、脳の極意を知るものと知らぬものとでは、作物の出来がまるで違ってくる。どうしてそうなるのか、口では申せません。また、教えられて覚えるものでもございません。みんな、自分の汗と経験とで得得するより他にないのでございます。 岡田様は若く。と、老人は一息ついて続けた。力も私より何層倍か終わりなさる。けれども、桑を取って大地を耕す段になると、あなた様には失礼ながら、この老骨の半分もおできなさらぬ。言ってごらんなさいまし、あなた様が耕したところは、 橋の方からもう草が生え出しています。渾身の力で打ち込んだあなた様の桑は、その力にもかかわらず、草の根を断ち切っていなかったのでございます。どうしてそうなるのか、どこが違うのか、口で申せばたやすいことでございましょう。けれど、百姓は皆、自分の汗と血とで、それを得得得いたします。 先日、岡田様は私の言葉を咎めて、兵法は無用のものかとおっしゃいました。老人はしばらくして再び続けた。大せの通りです。もし工作の法を人の教えに頼るような百姓がいたら、それはまことの百姓ではありません。いずれの道にせよ、 極意を人から教えられたいと思うようでは、との道は得得できまいかと存じます。銭をさらって逃げたあの老人どもが、その良い証拠ではございませんか。虎之助の背筋を火のようなものが走った。言葉や姿形ではない。静かな、んで含めるような老人の成長を聞いているうちに、 彼はまるで夢から覚めたように直感したのだ。この人だ。別所蔵之助はこの人だ。そう気づくとともに、虎之助は庭へ飛び降りて土の上へ両手をついた。先生老人は黙って見下ろした。虎之助は全身の神経を凝集してその目を見上げた。 かなり長い間老人は黙って虎之助の目を見つめていたがやがてその唇にニッと微笑を浮かべた蔵之ケは留守だ先生虎之助は膝をにじらせたいやいやもう二度と帰っては来ないかもしれない それでもなおここに待っているか、虎之助。私に、百姓ができましょうか。虎之助は喜びに震えながら言った。老人は愛情のこもった温かい目で見下ろしながら、静かな力のある声で、道は一つだ。と言った。 刀と桑と、取るものは違っても道はただ一つしかない。これからも何一つ教えはせぬぞ。百姓は辛いぞ。先生。虎之助は涙の溢れる目で瞬きもせずに老人の表を見上げた。死を得た。 との死と仰ぐべき人を得た。自分の行く道は決まった今日まで四六時中縛られていた兵法の殻から,から彼は今かつ然と抜け出した気がする道は一つだ無急に八方へ通じているそれが大きくのびのびと眼前に展開されたようだそして彼は その大道の一端にしっかりと立ち上がることのできた自分を感じた「おじい様、ま、おから様、ま」なみが奥から出てきてそう言った「午前のお支度ができました」山本周五郎作「蔵之助留守」。 お相手は村上陽でした。ではまた。